演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、こちらのスライとお吸い物のセットがあるので、こちらのお吸い物の中からどれがいいかな。一番シンプルなこちらを食べて飲んでみたいと思います。どういう風になるんだろうね。これ一見するとモナカのように見えますが、ではありますか、ここに。しかもモナカってしっかり飲んでくれてて、モナカのようにじゃなくて、これは失礼、食べやすい大きさに割ってから、モナカの中にはこういうのが入ってますかね。ではせんべいみたいな香りがしてきましたね。お湯を注ぎます。 170cc って書いてあるので、分量だったら大体このぐらいかな。これで250くらいあるんですか。いい感じにとろけてきましたね。お茶漬けのようなイメージだと分かりやすく想像していただけますか。こんな感じになりました。では飲んでみます。心安らぐ、そんな味ですね。これやっぱりお茶漬けのような、いや、あっさりさっぱりとした味わいで、特にもなかも程よくとろけて、あられのような程よい食感もあって、とっても美味しかったです。ご飯を入れたらまさにお茶漬けですね。ホッとしといて聞きたいとき、あっさりいただきたいときにおすすめですね。というわけでこちらの提出させていただきました。それでは建国記念日、その日に植えた木祝おうよと象徴になるでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。